独創盗掘団の奴らがとても多かったです。俺ちょっとこれ食べようかな。これペヤング焼きそばブラックスパイシーシーフード、こっちお湯温めるなんかこの世界観にスパイジーって名前全然なんか合わないな。あれちなみにスタイリッシュ部なんて名前やってんの、取れたの名前TTN 関裕太マジ。この道に沿って偏僻な場所にあるはずだ。ちょっと入れてくるか。作ってきたぜ。こんな感じ。なんだっけ、スパイシーブラックスパイシーフードみたいな。まあでも普通にうまそう。黒胡椒の入ったシーフード焼きそばよ。これほらちょっと早食い競争しい。これ速攻いけそう俺これ。頭クラクラする。痩せたい。ちょっと待て、脳にダメージがやばい。息しないで食ったからやばい。ね、味しなかったんだけど、でも結構自信あんだけどな。結構早くない食うの。焼きそば RTA ちょっと練習してみようかな。マジいけると思うんだけど。ちなみにほとんど噛んでない。多分今ゲロ吐いたら多分そのまま出てくると思う、新品のまんま。え、何この厚切りベーコン、めちゃくちゃ厚いんだけど。見てこれめちゃくちゃ厚くない？ちょビール飲みないやろ俺。乾杯。平日の4時25分よ、まったりやろうぜ。ちょっと一度やってみたかった MMO やりながらビール、あービール飲みながら MMO やんの。
たまらん。早食いやばい俺。大盛りのやつマジでやったら息できないからマジ死ぬんじゃねえか。すげえクラッときたもん今食べ終わった後。マッチング申請、誰かと一緒に行けるってマジ？チャットめちゃくちゃな喧嘩してんだけど、死ねゴミとか言ってんだよ。やばい、ちょっと早食いやめた方がいいよみんな。なんか俺手震えてるもん、酸素行き届いてなくて。うまいやじゃねえかよ。お前ら何レベル？一緒なのレベル。俺が女の子とイチャイチャしようと思ったのに、お前らかよ。ありがとう来てくれて。こいついいわ。こいついいわ。ちょっと俺ビール飲んだから、ちょっとお前ら俺もう T 押してオートランにしとくから、ちょっと買っといて頼むわ。